い。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで。なんか右上にマップが表示されるようになっとる。ちょ、待って。これ剥ぎ取れるんやない。イエイ。剥ぎ取った、剥ぎ取った。んで?お、お、お。なんかゲットしたよ。これは何?人の車から人の車から何かしら拝借したけど、ねえ、何するんでした?散歩歩くと忘れる鳥頭のアユナ。とりあえず小山博士の話を聞き直すことに。ルイージ君、君も知っての通り、わしはな、お化け研究の世界的権威なのじゃよ。そんなわしが君とまたこうして会えるとは、こいつは運命というやつじゃよ。いいかね、君のその巧みなお化け犬さばきで、わしのために一匹でも多くお化けを捕まえてこい。とりあえずあのボタン取り付けれる?おーおーおーおお。なになになに。おお、すげえ、画面が。ハロールイージ君、どうやらうまく取り付けてくれたようじゃの。このデバイスはの、エレベーターからフロアの地図データを吸い出して、モニターに表示することができるんじゃよ。便利じゃろ。ほれ、早速さっき手に入れたエレベーターボタンをパネルにはね込んでみるがよい。ほいほい。これは1でいいんか。おい、なになになに。ボタンが意思を持っている。あのマーク何?左上の。そして5番。そういうデザインってことかな、ただ単に。1階と5階が足された。あ、デザインやれたらな。これで新しいフロアのマップを見られるようになったぞい。さらに驚くなかれ、ルイージ君。このデバイスは VB と連動しておっての。地図データは自動的に VB へ転送され、君はいつでもどこでもマップを見られるのじゃ。VB のメニューからマップを選ぶと、詳しい地図が確認できるから覚えておくんだぞ。さてさて、ルイージ君。要するに君はこんな具合にしてマップを頼りつつ、このホテルのフロアを探索しながら、エレベーターボタンを見つけ、新しく行けるようなフロアを探索しながら、君の仲間を探せばよいと、そういうことじゃ。よし、それでは早速探索と言ってやりたいところじゃが、その前に VB に通信テストをしておくとするかの。ルイージ君よ、一度プラスを押して VB を覗き込んでから、おやまーと話すを選んでくれんか?よろしくな。プラス。おー。おやまーと話す。あー、テステス。こちら天才、おやまー博士。よし、通信はバッチリできておるようじゃの。これで君は一寸申しに連絡できるわけじゃ。ルイージ君、気が向いたら今のように話しかけてこい。たまにはわしがアドバイスをしてやらんでもないぞ。あと、ログブックを見たいときもわしに声をかけるんじゃ。君の探索の記録をチェックすることができるぞい。さて、テストはこれぐらいにして、探索へ向かう君に、早速一つ仕事を与えるとするかの。ほれ、君はこれで5階へ行けるようになったじゃろ。わしはその5階の客室に泊まっておったんじゃ。わしの部屋にカバンが置いてあるんじゃが、ルイージ君、そいつを取ってきてくれんかね。わしの部屋は、はて、何号室じゃったかの。まあ、マップを頼りにすればたどり着けるじゃろ。自分でマップを作り上げていくんじゃなくて最初から全部見れるってこと、マップ。それではルイージ君、戦闘やって。健闘を祈っておるぞ。生きて戻ってこいよ。ふえふえふえ。なるほど、5階へ行けと。行きます。アユナと同じくらい、物忘れの激しい博士に言われるがまま、5階へ。一つ一つの階でそういう状態か。なんか雨降りおる。天気が悪くなったな。何?びっくりするやん。おっと、ルイージ君。そういえば一つ大事なことを君に伝え忘れておったわい。その新型お化け弓じゃがの。実は新しい機能を付け加えてあるんじゃよ。君の新たな武器となる吸盤ショットというものじゃ。ゴム製の吸盤を Y で飛ばして、平らでツルツルした面に引っ付けることができるぞい。そして、お脇ウムで紐を吸い付けて A を押すと、強力に叩きつけて物を壊したりすることができるぞ。まあ、習うより慣れろじゃ。その辺のものに引っ付けて試してみるといいじゃろう。それじゃあ、ルイージ君、わしのカバン、よろしく頼むぞ。ふっふっふ。
じゃあその辺のカバンに、ひっつける。んで、え？で？あれ？これでどうするの？これで、どうやって持ち運ぶんすかね？あれ？待って待って待って。これでなんか持ち運べるって言ったけど。あれ？どう持ち運ぶの？わからない。あ。なるほど。これで、壊せた。壊せたよ。オヤマー博士のやつを壊したりとかしたら。てか、こんな、5階にも貼られてるよ。きっちりきっちりと。さあ、それじゃあ。いいよ。おれ、うん、く、全然動かせん。マジか。あ、そこも塞がれとったんや。なるほど。おお、動き出したマップ。あ、ここが目的地ってことや。ってことは一番奥やね。行こう行こう。なにこれ。どういう状態なんやろ。え、めっちゃなんか不気味じゃない？いやいや。ん？あ、これ、取れんのかな？取れないんすかね、これ。いや、よ。く、取れない。取れないよ。あー、くっそ。はい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 、逃げないよ逃げないよ。痛い。よし、こい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 。へいへい。これで一緒に逃げるな、逃げるな。これで2匹同時に攻撃を、しょ、こっち、よいしょ、やったね。ふぅ。お化けをスラムして別のお化けを倒したっていうのなんか解放されたけど。何ですか、スラムとは。とりあえず、508やった。508？ ここか。あ、ここやね、目的地。掃除してくれよる。お化けが掃除してくれよる。お客さんの荷物を勝手にいじらない。いや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 。え、物体ごと通り抜けるんすか？何、どこ行った？あいつ。なんか消えたけど。おーおーおお。なんだ、出さないぞって。閉められたよー。くっそー。よいしょー。あ、2匹いっぺんに吸い込めるん、これマジで。すげえやん。はい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 。めっちゃ体力吸い取れる。そして私の体力は回復。イエイ。で、なんかいろんなところにお金が落ちてるんですよね。よいしょよいしょ。これなんなんやろ？めっちゃキラキラしたんやけど。なんか吸い付いたまんまになった。はっ。
ーすごい。これお金？おー、すげえ。やったー、やったやったー。これ博士のかな。とりあえずもらってくね。博士のかもしれないけど、とりあえず大事だからもらっていくね。あれ、これいつ開いたんやろ。で、こっちの部屋行った？何何？ハロー。ルイジ君よ、調子の方はどうかね。すまんすまん、わしもいろいろ忙しいんじゃよ。しばらく席を外しておったぞい。なんじゃと？メイドのお化けにカバンを盗まれたじゃと？何をボケっとしておるのじゃ。早く追いかけるんじゃよ。追いかけてるんだよ、今。ここでいいんかな。とりあえず何も書いてないけん。隣に行きますか。あ、いたいた。よいしょー。おい、痛い。痛い。やめて。どこ行った？なかなかうまく捕まえられんの。こいつは何か方法を考える必要がありそうじゃ。うん。奴が飲み込んだわしのカバン、耐えられ丈夫じゃからな。吸盤が必須きそうに思うがどうかな。私も今ね、そう思って吸盤使ってみたんだけど、うまくね、つかなかったんだ。メイドのお化けどこ行ったの？これ取れないのか。こっちかな。あ、いた。よいしょ。はい。お、いい感じに。待てよ、おい。あ、こっち？あー、違うな。隣の部屋か？じゃあ行こう行こう。すごいいろんなとこ行ったり来たりや。何今度は。そういえばルイージ君よ、君に一つ豆知識を教えてやるぞい。君が扉を通るたびにそれまでに侵食が自動的にセーブされる仕組みになっておるのじゃ。ただし次から次へと急いで扉を出入りするとセーブされないこともあるからの。まあ10秒ぐらい間を切れば大丈夫じゃろう。何事も慌てれてないぞという、そういうことじゃ。それじゃ引き続き頑張るんだぞ。オッケー。みんな説明受けてるうちに逃げちゃうから。こっちかな。あ、いた。それ隠れれてないからね。は。くそ。は。いけ。おっしゃー。よし、ちょっとこれで一気に。待て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 、おい。おい。くっそー、いろんなところ行ったり来たりしやがって。いたいたいた。待てよ、おい。あー、そっか、ちょ待って。はい。よいしょー。お、そろそろいけるんじゃない？これ。お、いけたいけた。ちょ、目の前にネズミが。イエーイ。あ、カバンはしっかりと。ちょ、待って。その辺に散らばったお金を先に。消えた。このカバンだね。ゲットしたよ。ん？あ、3階のボタンゲット。おお、カバンと一緒に新しいボタンまで手に入ってようじゃの。よくやったルイージ君。それではベースランまで戻ってくるのじゃ。オッケー。
っこいいということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかネズミと一緒に、まあ、ネズミ攻撃してくるっぽいけど、離れとったら大丈夫な感じかな。